あなたがあと10年以上生きるなら自力で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける問題、人口減少、年金問題、不景気の長期化、日本人が今のうちに身につけるべきは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに稼げて、 しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。 物価が安い日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本は物価が安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人は低いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。 日本人の年収分布で一番多いのは年収200万以下です。オーストラリアの平均所得は約712万円。普通はトンボ働きなので平均世帯収入は1424万円です。しかも高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準デフォルトです。 物価が安い日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば、100円ショップのダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。アマゾンは売れるとランキングつきますんでね、オーストラリアのアマゾンのページを見れば、ランキングついてたら売れたんだなということがわかります。アイテープ、1307円。粘土、2個で1000、 1> 25円1個で989円6個まとめて1980円とありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れますさらにベイブレード1328円で買ったのが3776円3倍ですねこういったふうに始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンスです 実はオーストラリアのアマゾンはまだテスト運営期間中といったところ最大都市のシドニーに物流センターはオープンしていませんしシステムにも不備が目立ちます他にもいくつか日本やアメリカと違った運営をしていますところがまずはね6月16日え1週間前ですねえプライムサービスが始まりました 日本やアメリカの感覚だと、アマゾンといえばね、プライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。これから7月のアマゾンプライムデーに合わせて、プライム会員の募集広告が開始されると予想されます。そして間もなくシドニー物流センターがオープン予定です。これらの不備を補って本格稼働した暁には、 今より数倍売れて数倍稼ぎやすいシステムになります。今のうちから売れる商品を見つけて12月の書き入れ時に備えましょう。オーストラリア市場でね、日本製品を販売するのがどれほど魅力的かは、オーストラリア Ebay での制約状況をチェックすると予想がつきます。まだ始まったばかりなんで Ebay の方が、ね、取引実績を調べるのは、えー、楽です。楽っていうかね、事例が多いです。 で例えば炊飯ジャーなんかもね、えー、日本で31,689円のものが、えー、オーストラリアだと59,507円と、ね、約2倍で売れてる。他にもね、炊飯ジャー、もっと安い炊飯ジャー、15,230円のが32,014円と、2.1倍で売れてる。業務用の炊飯ジャー、ね、25,409円で仕入れて、えー、51,986円、2倍で売れてる。 ヘアアイロン、2469円で仕入れて、6867円、2.8倍で売れてる。ワイヤレスコントローラー、こちら8500円で仕入れて、15122円で売れてる。コピックのペン、8四4 9円で仕入れて、14817円で売れてる。タミヤのプラモデル、ね、先端ミカサ、7780円十円 7708円で仕入れて1.9倍の14786円で売れてるそしてねこの、えー、よく分かんないこの部品、えー、これなんかは、えー、1600円で仕入れて、えー、9069円5.7倍で売れてると、ね、安いものだとこういう値段で売れてるものもありますねでちょっと高くなって8385円で8335円で仕入れて 1万4181円で売れてる、ホーム用プラネタリウム。ね、あと、今まだ食品始まってないですけど、食品始まったらね、ジャガポックルとかね、えー、2倍で、えー、売れてます。5990円で仕入れて、1万1789円で売れてる。あとね、最近ウイスキー高騰してます。響、ね、き4000円で売ってるものが、えー、1万2 3 1 9円、2.9倍で売れてる。これ、酒屋さん 酒屋さんとかね、酒屋さんに知り合いがいるとか、今、ウイスキーとかワインとか結構チャンスですね。このように高く売れる日本製附品はいくらでもあります。そしてね、商品探しも当然のことを含めてわからないことは気軽に聞けば解決する私のサポートがついてます。ンバーアカデミーのサポートは儲かる消費を見つける方法を手取り足取り 親切丁寧に教えるのが最大のメリットです。ですんでね、初めて3ヶ月から半年で、えー、この実績、ね、これは US ドル、アメリカアマゾンの実績ですけど、3012ドル、ね、約33万円売り上げ、6073ドル、11,300ドル、21,282ドルと、21,230万, 1, 万円ですからね、 で、これで利益が3割なんで、70万円の利益と。もう副業とは言えないですね。まあ、この方はま本業ですけどね。70万っていうのは結構な稼ぎなんではないでしょうか。で、これだけ稼いでいただくためにね、私が Amazon 質を教えるのに心がけていること。これは簡単なことでも教えると。そんな簡単なことを聞いてくださいよと。 いうようなね、塾とかスクールとかね、指導者多いですけど、まあ、逆にね、教える本人には簡単でも、初心者には難しいとかね、簡単なはずなのに正解にたどり着かないってことがよくあります。ですんでね、簡単に調べて分かりそうなことでも安心して聞いてください。親切に教えます。またね、同じことを100回聞いても OK です。ね、何回聞くんですか悩むのを教えたんじゃないですかというようなことは絶対に言いません。 またね、アマゾンの場合、移り変わりが激しいんで、早いんで、えー、先月教えたことはね、今月も同じ,同じ正解かというのがね、変わってたりします。えー、そんなこともあって、もう同じことあ、どうだったかなというのはね、確認のために聞いていただいて、全然 OK です。それから、戦略づくりを重視すると。 ね、あれもこれもそれもね、あれこれ教えてね、自分がやれることからやってくださいとかね、えー、一つでもものにしてくださいというようなね、教え方する人がいますけど、これは全く、えー、ナンセンスです。逆にね、えー、これ以外はやっても無駄じゃないでしょうかと、ねえー、ちょっと厳しいですよという話をして、えー、稼げる方法に特化、集中してもらうと。これがね、えー、稼ぐためには必要なことです。 趣味でやるならね、思いついたこと好きなものをどんどんやればいいですけど、思いついたことをどんどんやってね、儲かる仕事に集中しないと、はっきり言って全然稼げないです。そんなわけでね、これに集中すれば稼げるなというのを見つけて、それに集中するためには何をするか、具体的にどうするかというのを教えてます。だから ね、3ヶ月か半年で稼げるようになってますしサポートしている会員さんは全員稼げるようになってますまあこれはね私がインターネットを使って稼ごうとした時に職的なことでつまずきまくったという経験からねサポート内容を作ってます、ね、この時ね私が質問した人たちから考えたらそんなこと分かんないでどうすんのと やる気あんのかというぐらいのね、えー、ことで、えー、まあ、コツというかツボというか基本的なことを教えてもらえなかったんですけど、おかげでね、えー、随分遠回りしたなという実感がありますんで、えー、逆に初心者でも効率よく稼げる形でね、教えてます。初心者代表、マリンさん、ね、えー、ホリディーシーズンの、えー、約1ヶ月半で利益70万円を取れたと。 まあこれがずっと続くわけですからね、えー、魅力的ですね。で、まあ、マニュアルとは存在しないです。というのはね、えー、Amazon っていうのはもう本当に1ヶ月前の、ね、状況とはガラッと変わってたりね、下手すらね、1週間で移り変わりがあるとか、えー、Amazon の社内ではちなみに10分一昔という言葉があるそうですんで、まあ、そんなスピードが速いのにね、のんびりマニュアル作ってね、えー、マニュアル通りに画面が動くということは、 ありえませんので、個別にサポートしています。で、サポートは全部個別です。でスカイプサポート、1回45分月2回予約制でありまして、プラスチャットワークはもう回数無制限、ね。名ばかりの回数無制限じゃなくて、質問が多い方は、月にそれこそね、100回以上、200回ぐらいね、キャッチボールしてる方もいます。で仕入れ場所はね、まあこれはもう、 あの、日本にいたら困りませんし、海外の方でも儲かる場所を見つけますけど、まさにこの仕入れ場所をね、えー、一人一人のね、会員さんにあった、あなたにあった場所とやり方を、えー、教えるというのが、この、テンバーアカデミーのアマゾンサポートの肝です。ね、ここから仕入れれば OK ですと、一箇所だけで済ませることはないです。で、サポートは全部私がサポートします。 ね、えー、よくわかんないバイトの方とかがサポートしてるわけじゃないんで、えー、きちんとしたサポートを提供してます。でサポート費用はね、えー、55万円ですね。半年55万。いくらで、えー、どれぐらいで回収できるでしょうかということなんですけど、これね、半年のサポートで月額30万円を稼げるスキルを身につけることを目標にしてます。で目標を達成するペースならね、半年のサポート期間のうちに、えー、サポート費用はもう回収できちゃってると。 ま,あまた仮にね、半年後に月額10万しか稼げるスキルが身につかなくても、その後6ヶ月でね、えー、月10万で、えー、かける6ヶ月で60万の利益ですから、まあ、回収が遅いか早いかだけでね、えー、期間は人によるので約束できないですが、まあ、焦らずアドバイスを実行できれば、のんびりしたカンペースでも1年以内には回収可能です。でね、まあ、 オーストラリアアマゾンが一番稼げるんですよという話をしてるんですけど、まあ、やっぱり他も気になる見たくてねアマゾン仕入れヤフオク販売の無在庫転売で稼げますかというようなね、えー、質問もあったりしますでこれはっきり言ってね便利な代わりに決して安くはないアマゾンアマゾンってのは高く売れるから逆に儲けやすいんでね、えー、それと世界一の安売りが行われてるヤフオクね、えー 高いところでから仕入れて、安いところで売って儲けるっていうのは、これかなり無理のあるね、モデルです。まあ、下りエスカレーターをかけ、登るような無理のある転売ビジネスです。まあ、稼ぐ人は少数派でしょうしね、稼ぎ続けることは難しいでしょう。まあ、中国仕入れ。日本アマゾン販売で稼げますかと。まあ、これまたやりにくいですね。世界一品質にうるさい日本人に品質を気にする人は買わない中国製品を販売すると。 まあこれも無理のある転売モデルです。まあいろんな転売方法がありますが、一番魅力的なのがオーストラリアアマゾンを利用したい質ビジネスです。